皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段とイスルッチュ二段との韓国女子囲碁リーグ第3ラウンドのハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。中村三段の黒番です。いつもの2連星ですね。かかってコスミつけて伸びて一間飛びました。で三間開きました。で三々入ってきましたね。で桂馬にかけてぶつかって跳ねて、そしてかかりましたね。で受けて、そして、跳ねまして、押さえて切って、こっちを切ってきましたね。いろいろあるんですけども、ここではねこっちを打つ手もあります。こっちを打つ手もあるし、ここを打つ手もありますね。いろいろあるところです。こう切っていく方を打ちましたね。これはまあ戦闘的な、そういう感じになりますね。伸びまして、一目取ってダリ打って、伸びて、でここでね二間に開きました。本来はここは桂馬ぐらいが普通なんですけれども、二間に飛びました。これも悪くないだろうということですね。こっちとの関係もありますので、で三々入りまして、押さえて、そしてこれもね定石ですね。そしてここでね四間に開きましたね。四間に開きました。例えば白にね、こういうふうに来られても、これカケツギが先手ですから、カケツギ先手、当たり打ったとしてもね、ついでもいいですか。ついで抜いて、こういうふうにね、いけますので、実戦ではね、ここで切り取りまして、そしてここ守りましたね。でこうまた切ってきましたね。切ってきまして、そして伸びて張って、伸びて伸びて一間飛んで、今日はイスルッチュ二段はどうも戦闘的に打ってますね。中村三段に対しては戦闘的に打つのがいい傾向がありますね。中村三段がよく負ける棋士が戦闘的な棋士が多いんですよね。例えばその呉以明さんとかね、あと金文治さんもそうですし、そういうふうにちょっと戦闘的な棋士に若干弱い傾向があるので、そういう意味ではね、戦闘的に打つのは、戦い打ってくるのは中村三段に対しては有効かなっていう気はします。私も、今日はそういうコンセプトみたいです。で、つけまして、そして跳ねまして、かけついで当たり打って、でここでね跳ねていきましたね。ちょっと跳ねていった手はここではね竹雄に並ぶ手もありましたけれども、跳ねていきました。そんなあんま変わらないと思います。切るわけにはいきませんので、伸びて当たり打って、伸びて、そして継ぎましたね。で伸びて、これを切られるわけにはいきませんので、継ぎまして、そしてここに打ちました。さあここでですね、ここに打った手はちょっとしたミスですね。これそうですね、これ、中村さんの考えはこういうふうに言ってくれたらこう渡っていっていいという発想なんですけれども、こんなふうには打ってくれないですよね。ここではね、ですから当然ね、下がりますので、だったらそれで考えたらここでコスミつけるよりも単にこういった方が良かったですね。でこういったらこれでいいし、ただ中村三段はこういった時にこう跳ねてくる手をちょっと警戒したかもしれませんね。しかしただ跳ねてくる手はこういうふうにいけばいいですからね。ついだらねこういってね、これでいいですから、そんなに危惧する必要はなかったんですけれども、ただこの跳ねてくる手を気にしたかもしれません、もしかしたら。実戦ではこういきまして、そして下がってきましたね、当然ね。で跳ねて、二段跳にするのは当然なんですけれども、さあここで元を、これがいい手でした、白のね。継ぐ一手なんですけれども、ここでこっち
押した時にこれを取るわけにはいかないですよね。これはもう当たり打たれて、でまあこういう感じで打たれたらこれはもうこれは取られてしまいますよね。これは切ってもずっと逃げていきますので、これは取られてしまいますので、こういうふうには打てないですからね。もうですからちょっとピンチなような気がするんですけれども、さあここで中村三段が冷静にね、これ捨てましたね、ここを、伸びて捨てたとは非常に冷静でした。でまあ取るんですけれどもね、で曲がって曲がってかけてね、一応ねこれで一応壁ができたんですよね。でこれ手入れしないといけないですから今、まあ、手入れてでここ行ってね、でこれで一応ここも先手ですから今度でこう壁ができて、意外とこの2子がこの丸呑みになって、まあこれ捨てたけれどもまあ結構地が大きいと、ここがね、うん、まあですから今は互角ということになりましたね。うん、これ取られてああと思ったんですけれども、まあここも厚いしね、はい、うん、ここで伸びた手は非常に冷静な判断でした、いい判断でしたね。はい、でまあ、肩ついてきました、大きいのでここがね、押して伸びて、まあ伸びた手はちょっと足が遅かったですね、一見飛んだ方が良かったと思います。伸びて伸びてで桂馬で桂馬に打ちました。で曲がって、そしてここでね、肩ついていってこれ分断しましたね、この石とこの石をね、うん、もうとりあえず今荒らすとかいうのはできないですから、この石がまだ生きてないですから、うん、まあ安定を図らないといけないですからね。まあここ這いまして、まあ引いてで、まあ二間に飛びましたね。まあこれ生きないといけないので、で一間飛びました。でまあここでね、まあちょっとコスミつけましたね。まあ当然下がります。でここでね、まあここに手を入れましたね、うん、手を入れました。まあちょっと薄いので、まあしょうがないところですね、うん、まあ本手ですこれがね、うん、まあでもここに、まあここで黒の手番が回ってきたので一回これ利かしましたね、うん、これを利かしました、うん、まあちょっとこの狭間のところを気にしたのかちょっと分かんないんですけども、とにかくここで受けてくれたらもうこれはね絶対に連絡できないですから、まあこう受けさせて、そして三々に入りましたね、はい、大きいところですね。まあまあ今ここで三々に入らないとね、全部これ白四隅締めてますので、まあ、三々に大きいところ行きました。で押さえてコスんで跳ねて押さえて当たり打ってついで、でまあ生きないといけないですから、まあ桂馬につけて押さえて、まあ、当て込んだ手はどうだったんでしょうかね、うん、まあ人工知能はちょっと悪手だって言ってますね。単に引いといた方が良かったかもしれませんけれども、まあ継ぎまして、まあこう継ぎとかけ継ぎがあるところなんですけれども、まあかけ継ぎはしっかりつながってるんですけれども、除いてこの一目は取られるとまあいうのもあってここ継ぎましたね。まだここ生きてないので、でまあ下がってこれ行きましたね、これね、ここね下がっていきました。でまあ跳ねて跳ねて二段板にして、やっぱここでかいということですね。で当たり打ってついで当たり打って伸びて、でここでねここを覗きましたね、うん、まあ本来はここでね、まあ、かけ継ぎぐらいなんですけれども、まあちょっとこちょっともうここ三々も取られたし、でまあちょっとここもでかいですから、まあちょっとこれ分断していこうと白はね、そういう考えですね。まあこれは継ぎまして、そして一間取るんで、まあ一応分断しましたね、こここことここで、まあちょうど分断したので、まあこれがぴったりですね、この一目取るのがね。まあ当たり打って継いで、まあでこれ生きないといけないですからね、これね今ね、で行きまして、まあ先手でね噛み取って生きて、うん、好調ですね今。
黒が。で、まあ、ここでね、ちょっと追求していきましたね、この石に対してね。裂いて、伸びて、ここでね、こっちに反発してきましたね。これちょっと無理な手だったんですけれども、まあ、ちょっと形勢が悪いと判断して打ったと思うんですけれども、ちょっと無理でしたね、これは。まあ、出まして、で、そこで、まあ、こっちを抑えましたね。で、まあ、当たり打って、ついで、まあ、ここで跳ねましたね、ここね。まあ、ここでは、そうですね、ここよりも、こっちの方が厳しかったと言ってましたね、この石に対してね。で、ここが常に先手ですから、この抑えがね。まあ、そういうのがありましたけれども、まあ、ここではまあ普通に打ちましたね。まあ、跳ねて、跳ねて、伸びて、そしてかけつぎましたね。もう。で、まあ、ここで覗いて、ついで、で、下がりました。大きいとこですね。で、ここで桂馬に打ってきました。まあ、普通はこう、押さえるんですけれども、地で大きいですから、まあ、なんかここでね、なんかやらないといけないと、まあ、いうのがあったんでしょうね。でも逆にここ急所に打たれて、ここにね、まあ大きいとこ打たれます。これ大きいとこですよね、しかも。まあかけたんですけれども、まあ張って、そして連絡しましたね。で、一間飛びました。もう大きいとこですね、これね。非常に。で、桂馬に打ちましてね、まあちょっとね、この辺のね、弱みをね、追求してきました。こういう覗きとかがありますので、で、一間飛んで、まあ、ここ覗いてきましたね。まあ、ここがちょっと難しいところだったんですけれども、どう受けるかっていうことなんですけれども、ここでですね、まあ、ここに打ちましたね。まあ、これはどうなんでしょうかね。まあ、こう受けたらこういって、まあ、受けたら、まあ、一間飛ぼうと。いうことなんですけれども、まあそうですね、まあこれが先、まあこれを打たれ、こう守られた時に、ここ今度こう二段バネして、ここ2目取る手があるので、まああまり得しないということだったんでしょうかね。ここではここまで打って、結局ここを連絡しましたね。これはちょっとどうだったんでしょうかね。で、まあ連絡するのも、ここよりも、まあここね、ぶつかった方が良かったですね。まだしもね、ぶつかった方が働いてましたね。ちょっとおかしかったですよ、この手はね。で、まあここでね、まあここで伸びましたね。まあこれは今度二段バネして、この2子を取るってですね。まあ、これに対して一応手を抜いて、ここ当たり打っていきました。まあこれはちょっとこの石をちょっとここ二段バネして取られる前にちょっと追求していこうということですね、この石を。で、まあここで、膨らんで抜いて、ついで、そしてここ押さえましたね。まあこれで一応二段バネは封じてますので、非常に大きいとこでしたね、ここもね。さあ、ここでですね、切っていったんですけれども、切っていった手が、これはですね、勘違いですね。まあ、ここに来て、ここ切ったが、これがもう取れてると思ってるんですけれども、これが大きな勘違いでしたね。これはまあ、そう、ここに一間飛んで、これ連絡してるんですよね、これ、実は。まあ、出ても、こういってね、こういっても当たり打って、こういって、で、これで主張で取られますので、ここがね。だから連絡してるんですよね、これ。連絡してるんで、これ切ったっていうことは、切ったっていうことですね。だからここでは白もね、切るんではなくて、まあ、こう、かけついで連絡するぐらいが本手だったと思います。黒も連絡するしかないでしょうね、こういうとこね。まあ、そんなもんだったんですけれども、これだったらまだね、分かんなかったんですけれども、まあこういう錯覚が出てしまいまして、これでね、まあ、だいぶ差がつきましたね。
で、まあ、ここで、まあ、覗きいたんですけれども、まあ、ついでね。で、まあ、これは先手ですけれども、さあ、ここでね、この一子を助けたんですけれども、これはもう本当無理です。はい、これはもう土台無理な手でしたね。はい、これはね、こう、こすまれて、この全体の石が目がないです。で、まあ、ここで跳ねたんですけれども、まあ、ここ跳ねて、そして出て、裂いて、膨らんで、ついで、で、ここ、まあ、目を作りましたね、ここでね。はい、まあ、伸びて、で、跳ねて、で、ここで、ここに打ったんですけれども、この手はね、ちょっとミスではあります。はい、ちょっとしたミスではあるんですけれども、まあ、実はここではね、まあ、単に押さえた方が良かったですね。単に押さえて、これが取られてはいました。まあ、ついだらこれ目がないですから、ここ行ってね。まあ、こっち行ったらこれ1目取れば、これ目がないですから。これ見合いでね、死んでたんですけれども、まあ、この手はちょっとミスをしました。若干のミスですね。はい、で、まあ、こうで、これも、じゃ、これもミスですね。うん、これも、ここは取る必要ないですね。ここでもね、こういうふうにいけば、多分死んでると思います。まあ、こう取っても、こう取っても、こういけばいいですからね。まあ、これもミスしましたね。まあ、で、こういって、これはね、まあ、これはちょっと生きるんですけれども、でもだいぶ損ですね。だいぶ、でもそれでもね、差があります。一応これは生きましたね。まあ、こういって、こういってね、まあ、当たり打って、こういって、で、ここで、ここに行ってしまって、これがまた死んでしまいましたね。ここでは白がね、ここを切っていれば、これは生きてはいましたね。まあ、これ抜くしかないんですけれども、こういって、こう抜いて、で、ここに行けば、これは生きてました。これは生きてたんですけれども、これをせずに単にここに行きましたので、中村さんがここを継いでしまって、これはこの石が死にましたね。はい、で、まあ、この後ね、まあ、こう打つんですけれども、まあ、グズンってね、で、当たり打って、継いで、まあ、こう打ってもここ竹雄に並んで、まあ、ぶつかるんですけれども、まあ、ここに行って、これで、まあ、目がないですね。はい、まあ、ここに打ったらこっち行って、見合いで目がないですね。で、ここで二段がね、投了しましたね。はい、まあ、結局これ全部取って、まあ、70目ぐらい勝ったんですけれども、はい、そうですね、今日は、そうです、これといったミスがなく、もうほぼ完璧な内容でしたね。完勝でしたね。はい、いや、中村三段がですね、非常になんか読みがね、正確になりましたね。読みが正確になりました。これで、まあ、一応ね、韓国女子囲碁リーグ3連勝ですね。はい、まあ、キャプテンとしての役割をね、まあ、十分に果たしているね。はい、果たしていますね。はい、あっぱれです。以上です。